トリエ2、失われた伝承と秘密の妖精。高くそびえ立つ夏雲のように胸の高まりを抑えきれずに、私を導く新たな世界がほら背中を押すのを感じた。叶いそうな オートって本当に賑やかだよね。お店がいっぱいあって目が回っちゃいそうだよ。僕も最初はそうだったよ。村の店に比べてどこも立派でさ、変に緊張して最初は買い物なんてできなかったよ。二人とも随分と仲がよろしいようで。うん、小さい頃からの付き合いだからね。それにしたってちょっと仲良すぎに見えます。そうかな、どう思う？普通だと思うよ、いつもこんな感じだし。あ、いえ、仲がいいことを否定してるわけではなくて、ただお二人は男性と女性ですから。異性のお友達とこんなに仲がいいのって結構珍しいんじゃないかと思うんです。確かにこっちではそういう人たちってあんまり見ないかもしれない。異性同士で仲がいいって人は基本的に恋人ばかりじゃないかな。え？じゃあ私たちも勘違いされてるかも。僕とライザが？面白い話だね。いえ、面白くはないわ。でもライザのことは人として尊敬してるよ。本気でやりたいことを全力でやり抜くところなんか本当にすごいと思ってるし、けどライザはそれ以外の部分がちょっとね。うわ、ひどい。なるほど、よくわかりました。確かに現状のところは本当に仲のいい友達。油断のできないお友達です。油断できない？
どういう意味かな。都会の子が使う言葉は難しいね。何作っちゃおうかな。で、あとはこうやって熱が通り過ぎないようにしばらくかき混ぜると傷薬ができるんだよ。え？錬金術って不思議だろ。はい、本当に何度見てもすごいです。ライザさんの、いえ、ライザ先生の錬金術はとてもすごいと思います。先生だなんて、そんな大げさだよ。大げさではないと思います。それに島では先生なんでしょ。そうだけど、小さい子たち相手のね。だからパティは普通にライザって呼んでくれれば。いや、目上の方を呼び捨てにするわけにはいきません。せめてライザさんと呼ばせてください。まあそっちの方が呼びやすいなら私はいいけど。ライザ先生よりもライザさんの方が僕としてもありがたいかな。パティの家庭教師をしている僕が先生って呼ばれてないのに、ライザだけ先生って呼ばれたら肩なしだよ。ならやっぱり先生って呼んでもらおうかな。あ、ひどいな。でもちょっとびっくりだよね。3年前までは村の悪童って呼ばれてた私たちが今は先生だもん。冒険だなんだ言って危ないことたくさんしてたからね。冒険ということは、ライザさんがタオさんを悪の道に引き込もうとしていたわけですね。え？あ、悪の道じゃなくて崩れかけた洞窟とかに誘っただけで。もっと危ないじゃないですか。でもあの頃があったから今の僕があると思うんだ。本だけじゃなくて自分の目で本物の歴史を見たい。そう思えるようになったのはライザとの冒険があったからだと思ってるよ。タオさんの昔話には必ずライザさんが出てくるんですね。こいしょっと。ありがとうタオ。いや、持つべきものは男の子の友達だね。まったく調子がいいんだから。いつの間に複製釜なんて送ってもらってたんだよ。これがあるのとないのとじゃ効率が全然違うからね。こっちに来る前にアガーテ姉さんに頼んでおいたのよ。けどさ、ライザが帰るときはどうするのさ。ここに置いてっちゃうの。やだなあ、もう分かってる、くせに。やだよ、また運ばせる気でしょ。そんなこと言わずにさ、お願いと。どこに行こうかな。よし、思ったより暗いかも。
そうなるように作られたのかな。パーティー、どうかした？なんだか嫌な感じがします。あれって宝箱じゃない？あ、ダメだよライザ、そんなに近づいたら。こっちのセリフだよ。あんな不用意に近づいちゃダメだろ。あ、ごめんなさい。ま、怪我がないみたいで安心したけど。あの、この箱って開けても平気なんですか？うん、罠はもうないと思う。開けてみよう。でしょうか。そうだね。でもなんだろう、ただの腕輪じゃないみたいだよ。こんなのは入ってました。でもこれ何なのでしょう。何かの図解のようですが、絵ばっかりで文字がほとんどありません。パーティー、ちょっとその本見せて。レシピかも。ある道具を作るために描かれたものみたい。ある道具ってどんな？え？そっか、これってタオが持ってるその腕輪のレシピだよ。それじゃあこれは錬金術で作られた腕輪ってこと？そうだね。この本の図を見た限りだと魔法の紐みたいなのを出せる道具だよ。魔法の紐って、そんなもの何に使えるんですか？結構便利なものみたい。分かる限りのことを説明するね。
あそこならエメラルドバンドを引っ掛けて向こう側に渡れるかも。それってつまりこの崖を飛び越えるってことですよね。大丈夫、これってそう簡単に切れたりしないから。まさか本当にひょいっと飛び越えることになるなんて。